なりたいチャンネルです。新しく雲ですが、何か二次創作が始まります。それでは、苔玉ですが、何か緑間、クロッピング、スピリッツ、緑間、スチュクス、カロン、朗読を始めます。苔玉ですが、何か緑間、クロッピング、スピリッツ、緑間、スチュクス、カロン。少しばかり時間を遡って、この領域へ突入した直後の頃、あの場にいた上位緑間のもう片方、そちらにも相対する存在たちが交戦を開始していた。逆巻き渦巻き、うなる大会。送信の多さは大都市をも軽く横断してしまうのではないかという、尋常ではない大きさの海蛇が身をくねらせるたび、海は荒れ狂い大津波を引き起こす。胴の太さだけを見ても、大の大人が手をつないでも数百人単位でなければ輪を作ることすら不可能そうな体育である。その巨体と内包した旅力だけでも脅威だというのに、視界の川たるスチュクスが持つ殺戮兵器は他にもあった。海蛇の流輪を埋め尽くすかのように体表へ張り付く化け物サイズの富士壺の軍隊。それがうつろな闇を堅固な殻から顔を覗かせ、敵手へと向けていた。空を引き裂く王札の水流が幾条も踊り狂う。狙いも曖昧に無造作に放たれる超高加圧の切削水流アブシレブジェット。ウォーターカッターという言葉の方が馴染みあるその現象は、射程に捉えた獲物を水に混じった死滅の粒子で粉みじんになるまで削り殺し、血の赤色すら残さない殲滅性能を見せつけていた。時弾装填にほんの少しのためがあるが、その隙も隣接する別の富士壺から切削水流が間断なく放たれるとくれば、迂闊に近づけば蜂の巣よりひどいこととなるだろう。全方位に放射される対空砲が幾千もの弾幕となって海から空へと破壊の雨で埋め尽くす。それこそスチュクスが搭載した王札兵装カロン。都合9400余りの砲門が機械的な殺意をうごめかせ氾濫していた。まさしく海蛇という形をしたちょうど9戦艦そのものと言えよう。そして戦艦というのなら、敵を確実に撃滅する必殺の手法も当然のごとく備えているわけで。避けなさい。ソフィアの喝が響く。それをかき消すかのように直後、波しぶきと共にの大津波がはぜた。スチュクス、カロンの顎門が高校と不吉な光を灯し、放たれたのは万物を分解する核黒の閃光。水平線の彼方まで届く射程を見せ闇へと飲み込む本流は、戦慄の一言。今もまた、逃げ遅れた数匹の竜の生命が参加した。無作為に選ばれる抹殺対象に差別も優劣もなく、激流が通り過ぎるたびに平等に死へと誘う。それは冥界を流れるる死のタイガスチュクスと、聖者を彼岸へと運ぶ私もリカロンのごとく。この場はスチュクス、カロンの巨大さと位置関係も相まって、最も人が多い戦場と言える。だが、そのような怪物と対等に渡り合えているのは、ソフィアとメラゾフィス、それに水流ノーサイエナだけだった。それ以外では所詮、ウゾウムゾウ、ウゴウの衆。己の身を守るのに精一杯であり決定打を与えるには、とてもではないが力不足でしかなかった。畜生、なんだよこれ、俺たちじゃ手も足も出せねえっていうのか。泣き言言わない。けど、これじゃあ何も、くぅ。国彦と浅香は、背中を貸してくれている竜にしがみつきながら己の無力さをかみしめる。S 級冒険者間近ともてはやされようと、所詮それは人族基準での評価。神話の戦いには、まるで実力が足りていなかった。これこそが神話級。人類には対処不可能と謳われる怪物の純然たる防衛の嵐だった。しかし、そんなこと関係ないとばかりにあでやかな声で狂気の音色を歌い上げる者も。アッパー、ハハハハ、死ね、死ね、みんな、死んじゃえ、え、アハハハ。まさしく暴走しているとしか言いようのない筐体で笑い声を上げるのは、スーレッシア。
魔力のこもった命令が緑魔を追い抜けば、自らの肉を食い破り同士打ちを始めていく。これら魔性らは作られた存在だから、7日精神干渉への抵抗が薄く、支配者スキルである色欲の絶対支配に容易にはまっては、熱病のごとく狂炎を繰り広げるのであった。それによって横槍を入れてくる小型緑魔は少なく、ソフィアたちが海蛇の相手に集中できる状況を作り出している功労者なのだが、ああもう、クソ、邪魔、さっさとスーの前から消え失せろ。荒れてるわね。ほら、お兄様のための梅雨払い頑張りなさい妹ちゃん、じゃないと褒めてもらえないわよ。言われるまでもないのよ、この毒踏め、死ね、残念、効かないわよ。キー、敬愛する兄様が近くにいないからか、うちに姫し殺意と憎悪をたぎらせて皮肉をさえずるソフィアへと金切り声で言い返し、緑魔を次々と支配しては自死させていく。まるで暴虐な女王のように、癇癪を発露させながら幾度も下される死の宣告。スー・ウレシアがそうなっているのも、当然理由があった。それは、宇宙船から出発する寸前にまで遡り、敬愛と憎悪と独占欲がごちゃ混ぜになった、愛しの兄様から、力を貸してほしいと真摯に頼み込まれたからだ。自身の願いを拒絶されたことで、愛憎入り混じる感情をスー・ウレシアは抱いていたが、それを正面から受け止めつつも決して聞き入れることはなく、シュレインは辛抱強く説得を繰り返した。そして妥協とも言うべきか折衷案ともすべきか、この大厄災を乗り越えた先で気の済むまで兄弟二人の決着をつけようと、それを約束して協力を取り付けたのだった。スー・ウレシアとしては、そのまま兄と同行しようとしていたのだが、それに待ったをかける声が。アリエルの指示でスー・ウレシアはソフィアと同じ場所に配置が決められ、途中で紛糾騒乱が2つや3つあったものの、結果は現にこうしてソフィアに無理やり引きずられながら戦場に連れ出されたのだった。それゆえ、スー・ウレシアは様々な溜まりに溜まった不満を大爆発させ、今の狂乱を発症しているのだった。まあ、勇者君から拒絶され発狂してる妹ちゃんをいざとなったら止められるのは、現状私しかいないからなんでしょうけど、氷狼の妻体験を手に襲来する小型緑魔を切り払いながら、背に広げた血の翼で姿勢制御と攻防を同時にこなしながら、踊るように空を駆けながらソフィアはぼやく。この采配をしたアリエルにほんの少しの愚痴をこぼしつつも、目線は険しく海蛇を睨んでいた。本来なら、こういう相手にこそ一番刺さるはずなんでしょうけどね、嫉妬は。素晴らしきものを引きずり落としたいという呪詛の念が、スチュクスの能力を封じて絡みつかんとする。だが海蛇と藤壺の化け物の猛攻はわずかな減退なく、今もなお荒れ狂ったままだ。一応鑑定は通るので、覗き見たスチュクスとカロンのステータスを簡潔に言い表すのなら、あれらの技、全部スキルじゃなくて物理的に構築されたものだというの、と。状態で桁外れのステータス値、数万にも上る HP、上限なき無尽蔵の SP。それらだけでも厄介だが、何より驚くのはそのスキルの少なさだった。死滅の血液、腐食粒子展開、たったこれだけ。わずか2つのスキルしか保有しておらず、そのうちの片方だけでこの状況なのだ。もし仮に腐食粒子展開じゃなくて死滅の血液を封印していたら、初手の時点で全滅していたでしょうね。でなければ戦闘区域全域を覆い尽くす腐食属性の仕切りが自分たち全員を等しく三途の川へと連れ去っていただろう。腐食属性の切削水流と波動砲を封じれたとしても、残ったスキルで迂闊にも近づいてきた生命をまとめて殲滅する。たった2つのスキルしか持たないのではない。たった2つのスキルだけで十分なのだ。この怪物とっては、シジジー。まるで嘲笑うかのように、多分に作家音が混じった鳴き声を上げるスチュクス。そして再び吹きすさぶ、死滅の暴風雨。破壊と死をまき散らす嵐が横殴りに降り注ぎ、
泊まるところを知らない。体表に食い込むほど寄生したカロンがスチュクスの汚れたちを吸い上げ放つ。その一連の攻撃手段は弾幕の物量を鑑みるに宿主を殺すほどの失血を起こすはずだが、しかし死の海蛇は精彩を欠く様子など微塵も見受けられない。もとよりスチュクスとカロンはそういうコンセプトで設計された怪物である。死の雨を降らせるカロンを多数搭載し、それを運用する無尽蔵の造血機関と心臓を駆動させる恐るべき会場の移動要塞。死滅の血液や腐食粒子を作るのにも海水さえあればよく、水面下の体表から補給しては死の属性に染め上げ、弾薬と燃料にする工程によどみは一切なく、こと周囲が海である限り、スチュクス、カロンに消耗などを訪れることなどないのであった。よもや、ここまで兄弟とはあなたたちは引き返してもよろしいのですよ。お二方の力量ではいささか手に余るでしょう。メラゾフィスが翻弄されるがままの国彦と朝霞に向かって撤退を進める。それは本心からの心配からであり、彼自身それほど余裕があるとは言えなかった。収束し密度を上げた暗黒槍をスチュクスに張り付くカロンの一つへ彼は放つ。極限まで高めつつ、しかしその本質は実体のない闇だからこそ、黒き大槍は迎撃の飽和射撃に打ち勝ちながら海蛇へと貫徹した。しかしそれで得た成果は全力を込めた一撃で、ようやく砲台の一つが沈黙しただけ。地道に一つ一つ潰していくしかありませんね。それは気の遠くなる作業だろう。何せカロンの数は万近くもあるのだから。いいや、稲だ。酒巻きとどろく風雷が切削水流を押しのけ雷鳴で蒸発させながらカロンへ炸裂する。発生元を見れば雷流の牙で鍛造されし魔剣を手に、限界を超えた講師に国彦と朝霞両名とも肩で息をしながらメラゾフィスへと不敵に笑い返す。なめんじゃねえぞ。これでも冒険者だ、逃げるわけにはいかねえんだよ。そうよ、依頼に失敗すれば犠牲になるのはいつも戦う力を持たない人たちなら戦うしかないのよ。不退転の覚悟を決め、毅然と胸を張りながらサイド魔剣に魔力を充填していく二人。そして国彦は内なる劇場を叫び上げる。正直まだ納得してねえけど、こんな展開望んじゃいねえんだよ。そうとも加害し復讐心について未だ納得も割り切りも済んでいない。しかしだからといって自他もろとも世界が滅びるなんてまっぴらごめんだった。全部終わってから改めてそのすまし顔ぶん殴ってやる。だからよ、俺が復讐を遂げるまでくたばるんじゃねえぞ、メラゾフィス。ざわめく大気とともに爆雷と暴風の波動が再度震撼する。駆け抜ける疾風陣雷がスチュクスの表皮をなぶり、カロンをミキサーにかけたように粉砕した。二度の大技でもはや魔力など空に等しいが、二人は知ったことかとたぎり続ける。その姿を見てメラゾフィスもまた口端に微笑を浮かべて告げた。いいでしょう、その時は気の済むまで何度でもお相手しましょう。ですから貴殿も。当然だ、勝つぞ。もちろんです。そうして従者と冒険者たちは限界を幾度も超えながらカロンを削り落としていく。忍耐の積み重ねで得得した努力の技が、復讐心を研ぎ澄ませねりに練り続けた風雷の爆発力が不可思議な噛み合いを見せながら視界の川へと叩きつけられていた。普段なら優雅にダンスのお誘いでもしているところですが、そうも言ってられませんわね。まるで東洋流のような細長いタイプの水流が海水を操作して、時に壁に時に無知にと変幻自在にうごめきうねらせながら肉肉しげにつぶやく。全長数百メートルにも届く美麗な流、彼女こそが水流の王さイエナ。広大な海洋を管理する水流を統括する立場の彼女は、それに見合っただけの実力を備えているのだが、あいにくとスチュクスとは相性が悪く、
思うように実力を発揮できていなかった。支配下にある水をスチュクスへと放つ。だがそれは海蛇へと着弾した途端に強引に支配権を奪われ運算無償し、逆に吸収されてムイへと返した。イエナの基本技であり必殺は高度に極まった液体操縦であり、相手の体内へと侵入させた水による内側からの爆散や窒息こそが真骨頂であった。しかしスチュクスへと接触した途端に支配権を奪われ、水による内部破壊どころか逆に切削水流の材料を与えているだけでしかなかった。ちっ、やはり水はダメですか？なら新屋の真似事ですけど、カレイ、凝縮、凍りつけ。先ほどと同じように飛翔する水。再び同じような結果になると思われた水弾だが、着弾から一転、氷結の結晶花がスチュクスの体表にいくつも咲き誇った。どうにも私では勝てそうにありませんわね。さっきの手応えを見てイエナはそう端的に評価する。なぜなら凍らせた部分もミジロギ一つでたやすく砕き割り、刺したるダメージとは言えなかった。それでもイエナの声色に焦りはない。ま、勝てないのなら効果的な嫌がらせをするまでですわ。号令一つ、一斉に放たれる複数の水流からの十数畳の冷凍ブレス。最も管理する領域が広く、最も数が多い粒子、それが水流。だからこそ古流の数も最多であり、神話級に到達した水流それが総勢37もいるのだ。その半数近くからの同時攻撃には、指し物師の海蛇であろうとわずかに動きが鈍る。当然その隙を吸血姫は見逃さない。よくやったわ。これで大剣が流霊にひらめき、切削水流を凍らせそらし強引に進路をこじ開ける。このチャンスに前例をかけんと、ソフィアが体をねじり大剣を振りかぶりながらスチュクスの頭部へと流星のように墜落していく。このまま開きにしてやると、闘争心で沸騰する血液。それとは対照的に霊気をまとう大剣は絶対零度を闘神に収束していく。砕け地異霊。これにより緑魔倒滅。そう、誰もが感じた刹那実施。狂乱の大爆破が空間を埋め尽くした。なあお嬢様、ぐわあきゃあくう。そんなバカな。それにより必殺目前であったソフィアも、追撃の構えだったメラゾフィスも、風雷を放つ寸前の国彦と朝霞も、自害の呪言を放っていたスーレシアも、油断なく警戒していたはずのイエナも、全員が全員驚愕の中吹き飛ばされた。とっさに大剣を盾にして被害を抑えたソフィアは叫ぶ。それは先ほどの現象が起爆する瞬間を直接その目で捉えていたからで。まさか脱皮したとでも言うの？大剣を落とす寸前、スチュクスの鱗が内側から急激に膨張するのを目撃した。そしてそれが内部からの圧力でボコボコと膨れ上がり、激烈な自爆を行ったのだった。うっつー。至近距離からの爆発に揺さぶられ、思わずうめきが漏れるソフィア。凄まじい衝撃で内臓のいくつかが破裂したのか、口端から血がしだれる。しかも自爆の際に飛び散った破片には腐食属性の性質もあったのか、防御力や耐性を貫通して大剣では守りきれなかった足や肩の末端がぐちゃぐちゃに蹂躙されていた。こんなものを、穴だらけとなって使い物にならなくなった両足を血で覆い、深紅の義足を構築する。この程度の負傷など傷にも入らないと反撃に転じようとするが、お嬢様、避けてください。メラゾフィスの必死な声に反射的に回避を選択する。次の瞬間、真横を通り抜けた何かによって片腕が消し飛ばされた。何が、かすれた吐息とともに漏れる戸惑いの声。そして失血しすぎたのか、霞む視界に映ったのはおぞましい形態へと変貌した海蛇の姿だった。ドクドク、
ドロドロとまるで溶岩流のようにうごめく漆黒の血液。それが体表の至るところから間欠泉のように溢れ出し、今しがた腕をもぎ取っていったのもそれだと認識した。しかも今の一撃が血によるものであることがソフィアをさらに苦しめる。傷口より混じった死滅の血液が猛毒のように体内で血を汚染し暴れ狂うのだ。溶けよ、腐れよ、海に注がれし汚れが何時の血肉をなぶり尽くす。大海原を汚す者は何やらん。住んだ世界は混濁し、生命の揺りかごは崩壊する。堕落が生んだ汚れは流れ流れて濃縮し、腐食の棘と化す。もはや海洋に清廉な美しさなどありはしない。濁りに濁った汚泥があまねく世界を汚し尽くさん。生命よ、死ぬがよい。堆積した海の呪詛を思い知れ。ムクロさえ溶け落ちる苦悶を味わうがいい。思考に混じった狂気の波動にソフィアは眉を潜める。ああ、うるさいうるさい。そんなの私の知ったことじゃないわ。耳障りなのよ、黙ってなさい。しかしそれに一瞬気を取られてしまったのも事実で、眼前には自らへと殺到する漆黒の本流。もはや防げないし、回避もまた不可。このまま飲み込まれて細胞の一片すら残さず誘拐する敗北が彼女へ訪れようとしていた。く、母、ソフィアお嬢様。乾いた声が漏れ、とっさに伸ばしたメラゾフィスの腕も虚しく届かず、予定調和のように彼女は死の濁流へと押し流された。次回は、雲ですか何か二次創作、苔玉ですか何か、緑間クロッピング、スピリッツ緑間ニュクス、高評価チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。